乃木坂46、早川聖来が6月29日、オフィシャルブログを更新。卒業日を発表した。早川聖来、卒業日決定6月16日にグループからの卒業、芸能界引退を発表していた早川。この日、8月24日、23歳の誕生日に乃木坂46を卒業することになりました、と卒業日を明かし、8月29日に発売する卒業記念写真集、タイトル未定、幻冬舎の前になるが、私の物語の区切りとしてこの日にさせていただきました、と説明した。そして、同日発表された卒業セレモニーについても言及。公式でお知らせがあった通り、真夏の全国ツアー2023の大阪公演2日目、7月13日にて、卒業セレモニーを開催させていただけることになりました、と報告し、私自身、お話を聞いた時はすごく驚きました。皆さんとのお別れの機会をいただけてすごくありがたいです。メンバーのお力添えのもと、精一杯頑張りたいと思います、と意気込んでいる。そして、あと2ヶ月弱の活動となりますが、あと少し一緒に坂を登っていただけると励みになります。とファンに向けメッセージ、最後まで応援のほど、よろしくお願いします。と結んでいる。